こんにちは。今日は、埼玉の、日高市ですかにある駒というところにある、巾着田に来ています。ここは、マンジュシャゲ、ヒガンバナの花の群生地として有名なところです。今日は台風が近づいているため、来ている人は、日曜日の割には少ないんじゃないかなという感じですね。ここが早咲き地点です。聞いてると言う今5になりました。加藤牧場の、ミルクフット。あ、垂れてる垂れてる、もう食べなきゃ。ここは遅咲き地点なのですけど、結構咲いてますね。広花発見です。他はみんな赤。雨降ってきちゃった。コスモスも咲いてます。黄色は珍しいみたいですね。アリさんカフェ混んでますかね。入ってみましょうか。それではいただきます。